ひび割れてる。そのカップケーキ、私の気持ちだから。いやはや女子というのは恐ろしいものですな。それでですね、アーナスさん、一つ提案があるのですが、気晴らしに私の研究を手伝ってみたりしちゃったりしてみませんか？断る。さあ、おう、嬢ちゃん。商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。じゃあな、嬢ちゃん。闘技場へようこそ、アーナスお嬢様。必要な血が足りないみたいだ。また今度来よう。
なんだよ。ラ、シュレル。ルペイア。シアルフィエリア。この依り代でいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。お嬢様、実は折り入ってお話がございます。こちらなのですが。この依頼がどうしたの？前もってお断りいたしますが、あまり愉快な依頼ではございません。事件がすでに起きており、失われたものも流れた月日ももはや取り戻すことができません。それでもよろしければ引き受けていただきたいのです。事件は10年前に遡ります。
とある貴族のご令嬢、仮にエル嬢が忽然と姿を消しました。身の代金の要求などもなかったことから、この事件はエル嬢による自発的な失踪と判断され、捜査は打ち切られました。ここまでが一般に知られる事件内容でございます。そしてここからが私が集めた情報です。うん。2年前、警察の組織が一新されました。組織の若返りを図ったとされています。だがそれはあくまで表向きの話。上層部のじいさん連中が各国からの支援金、妖魔対策費を使い込んで不正し放題だったって話だもんな。責任は全部部下に押し付けて、金と手柄は上司のものですか。組織の腐敗はいずこも同じですな。あんた変態先生なんかやってる割には人間らしい人並みの苦労ってのを味わってるんだな。そこ、人をゆるキャラみたいに言わない。それと変態と先生くっつかない。バカメガネーズはほっといて、話を進めて。くそ、ゴン、くそ。その組織改革の際、新たな資料が流出したのですが、その中にエル城の失踪事件があったのね。過去100年、およそ10年に一度の割合で同様の事件が起きていると分かりました。100年。支配人さん、その10年に一度というのはもしかして。ちょうど聖女選出の時期に重なります。画前が面白くなってきやがった。こちらが警察が流出した関係資料の品です。女性の手をかたどった彫刻で、おや、何か落ちましたね。仮面ですな。私の名はクリストフォロス、純血の闇の血族の一人。あいつか。支配人、この仮面も事件の関係資料なの？いいえ、資料は石の手だけです。仮面はどこかで紛れ込んだようでございますね。この石の手はエル城失踪後、ご家族に届けられたそうです。エル城のご家族はどうされているの？お話を聞くことはできるのかしら？エル城には姉妹がおりましたので、捜査打ち切りとともに島を離れました。今はどこへ移られたのか。姉妹を守るためか。賢明だな。聖女絡みに100年スケールなんて妖魔関係に決まっとりますからね。エル城の事件でもすでに10年前のこと。100年も続くこの事件に人間の寿命で挑むのは無理でございましょう。ですがお嬢様なら、あるいは、申し訳ありません、こんな言い方をしてしまって。うん、はっきり言ってくれてよかった。この事件、私なりの長い目で見てみるよ。よろしくお願いします。石の手に仮面が添えられてた。多分クリスのものだ。あいつが待ってるとしたら。待てよ、この前会ったのは歌劇場だったな。行ってみるか。
お呼びでございますか、アーナスお嬢様。それでは100年間の継続に聖女絡みとなると、エル城失踪事件には妖魔が関係してるとみてまず間違いないでしょうね。教授はどんな妖魔が絡んでると思う？そりゃあ、あーた聖女に恨みを持つ妖魔に決まってます。妖魔を魚に例えるなら、夜は海のようなものですからね。妖魔は夜がないと生息範囲が狭められる。魚と海の関係か。なるほど。聖女に止められた薄い夜じゃ妖魔も味気ないのでしょうよ。紅茶の茶葉もだいたい 4,5 回使うと多少は色はつきますが、香りなんてもう飲めたもんじゃないですからね。ありがとう教授の話、わかりやすかった。アーナスさん、我がアルカド研究室はいつでも助手を募集しておりますぞ。茶葉を5回も使い回す研究室なんでしょ、遠慮しとくよ。ぐそ。連続霊場失踪事件か。なかなか面白くなってきやがったな。面白がるなんて悪趣味だ。ジョーちゃん、裏若き乙女のその一番の悩みは何だか知ってるか？ズバリ恋だ。はいはい。まあ聞け。霊場なんてのは金持ちから金持ちへ人身売買されてるようなもんだ。自由意志なんてありゃしねえ。エル城も望まぬ結婚を強いられたか、身分違いの恋人がいたか、どっちかだろう。それも説得力はあるけどさ、ロイドは妖魔絡みとは思わない。先生のお箱を取る気はないね。それに俺の案を信じる方がジョーちゃんにとっても楽だと思うぜ。エル城が死んでようが殺されてようが食われてようが、それが分かるまで駆け落ちだって思ってる方が気が楽だろ。そりゃお気遣いどうも。Thank you.
浄化開始。おいで、一緒においで、召喚。はっ、正解。ブリッシューター、セイ。何してるの？しー、邪妖観察に決まってるでしょ。自然の化身たる妖魔たちの中でも妖精はより単純な自然の要素、エレメンタルの化身ですからね。土の妖精が騒げば地震が起き、水の妖精が集えば雨が降る。妖精たちの動向で天候や災害をある程度ですが予測可能なんです。へえ、見たことないけど、そういう種類もいるんだ。教授って人の役に立つ研究もするんだ。まあ、パトロンのご機嫌取りですよ。成果のない研究室は予算削減対象ですから。にしても妖精多いですな。一匹見ると30匹はいるって感じだね。おう、エージェントの経験から来る言葉はやはり違いますな。妖精連中はゴキブリ並みと。やあ、あんたなんで。あれま、行っちゃいましたね。仕方ない、私も退散するとしましょう。ではまた。うごめく森、一度足を踏み入れると永遠に出口を見失うといいます。この場所に目をつけるとは、さすがアーナス教授。
うごめく森、どちらが先に見つけるか勝負ですよ、アナスさん。ではしてるの？眠いって言われても。あ、アーナスさんでした。すみません。この椅子、妙な感じがしませんか？温度のせいか湿度のせいか意識が遠のくというか。青い血を浴びたものがジャイアとしてその意志を目覚めしました。青い血を浴びた場所の中、何かの意志を持って別の存在に目覚めた。場所のジャイアかこう。なんとなくわかるよ。常世世界に近づいてるのかもね。目を開けたまま寝るなよ。いや、なんとも言えん倦怠感ですな、これは。対妖魔用の強力な着付け薬を持参したのが良さそうだ。目を決心しますよ。なんだあれ。タン！バンテ！こいつら寝てるのかな。いるよな、ちょっと間の抜けたジャヨって。これは…
偽物召喚するんだよ。さすがですね教授。世界中に降り注いだ青い血はそのわずか一滴で魂を肉体を根底から作り変えてしまう。その激しい変化に耐えきれず多くの者は心を失い邪用に落ちるのです。でも心が完全に消えない者もいる。心を残した邪妖にはある種の血液や体液を流し込めば効果が得られるというのが私の持論です。血液だって？さあお飲みください。これはあなたたちの求めたもの、あなたたちのなくしたものですよ。今までいろいろな試薬を試しましたが、やはりこの樹液でしたか。あなたたちは桜の木だったんですね。桜？私の国で最も愛される花ですよ。これでいいのですよ。これで賭けはあなたの勝ちです、アーナスさん。心を残した邪妖には血液を入れるとかなんとか言ってたな。なんだろう、何か引っかかる。かける！ターン！
釣っていいぞ。はっへっへっ、見える。はっへっへっ、デモンフォーム、ゲッチラ。
さあ、しよう。教授、この間のことだけど。桜の邪用のことですね。おかげで成仏させることができました。ご協力感謝します。もう少しデータが取れれば邪用を元の姿に戻すこともできるかもしれませんね。そういう研究してるんだ。何してると思ってたんですか。ただのユーマ好きかと思ってた。好きなだけで人生捧げたりしませんよ。それでは。
浄化開始。一緒に狩りの時間だ。何してるの？邪妖観察に決まってるでしょ。想念型邪妖ですよ。人の抱く憎しみや悲しみ、嫉妬や猜疑心、そういった負の感情だけが実体化して邪妖として目覚めたものですね。それ元の人間どうなってるんだ？つきものが落ちた感じじゃないですか。悪いもんみんな出ちゃって超毒抜きな感じ。なるほどね。そういうのやったら根こそぎ存在が消えそうなやついるよね。ロイドとか欲望の塊みたいな方ですからな、ロイドさんは。私はこういうのやっても何も変わらない自信がありますよ。製品の研究者ですから。いやいやいや、助手になれとか言わなくなるでしょう。いや、研究一筋の私に限ってそんなことは。はあ！いつの間に私は汚れてしまったのか。はいはい。Yeah.
まだターン、フッてやもらったターン、フッターン、はぁーターン、フッハッハッ、これでどうだ、ターン、フッターン、フッ、狩り逃がさない、ハッターン、ターン、フッフッ、狩り取る、お呼び。それではさあ、俺様のな、おう、ジョーちゃん、商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。じゃあな、じゃ、浄化開始。
リス、いるかな？その仮面、道案内してくれるのか？
刈り取る。何してるの？邪妖観察に決まってるでしょ。精霊型邪妖ですよ。妖精の上位種ではないかと言われています。ということは青い血を集めて成長したってこと？そんなところですね。青い血が濃くなれば濃くなるほど邪妖の体は大きくなり知能もつきます。果たして邪妖の行き着く先は純血の妖魔なのでしょうかね、それとも邪妖のままなのか。汎用であるアーナスさんを前に配慮のない言葉でした。別にいいよ、どうなろうと覚悟の上だし、それ以外の道なんてなかったんだ。すみません、アーナスさん、頭を冷やしていきます。
これでどうだ切り裂く ヘッヘイハン Oyup. Sorry. Sa. Oh, Joe-chan.
商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。これでいいんだな。じゃあな、ジョーちゃん。
この寄り城でいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。
浄化開始。の蛇妖化について調査中でして、この建物はいい研究対象なんです。例えばほれ、この辺り宝石っぽいでしょ。建築当初の姿から建材の変質が見られるんです。え、健全の変態。いや何一つ伝わってませんね。ま、建造物の蛇妖化については地味な研究でしてね、ろくな資料もない、私も手探りなんですよ。ではの腕は1点、真珠とレースの飾り襟1点、ま、こんなもんだろうな。また金儲けの話。俺じゃハントと言ってくれよ。嬢ちゃんは茶妖狩りか、なんか入りようなもんはねえか。さあ俺、これでいいんだな、取引成立だ。おいで。
緒に行こう。召喚、一緒に行こう。何してるの？シー、ジャヨ観察に決まってるでしょ。小悪魔系ジャヨは謎が多くてですね、血に触れた蛇がジャヨ化したものとも、古い武器がジャヨ化したものとも。どう見てもトカゲじゃん。他にもドラゴンが青い血に触れて小型化したという説もあり。いや、だからトカゲだって。イモリやヤモリの類かもしれず。さてはトカゲ苦手なのか。私を誰だと思っているんです。妖魔研究の第一人者アルカド教授ですよ。邪妖が苦手だなんて。あ、トカゲ。立て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 、やだ。苦手じゃん。はっ！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 はっ
Come on!
狙い撃った。
お呼びでございますか。それThank you.
浄化開始。来なさい、セルバーが剣だ。何かいるみたいだな。慎重に行こう。あれは1300万だって。いいえ、あれは職人魂が招いた悲劇ですって。こんなとこで何のコントよ。聞いてくれジョージャン、あのガーゴイルの美術的価値について。違います、アーナスさん、職人の魂があのガーゴイルに宿ってるって話です。はい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 。でロイドはあれを売りさばきたい。そう。教授はあれを調べたい。そう。ぜひ協力してくれ。ぜひご協力ください。やだ。これだから先生と組むのは嫌なんだ。高尚な後の話がまた一つパーだよ。あんたには美的センスってもんがない。金金金のあーたがよく言いますね。邪妖の発生とその成長システムは誰かが解明しなければならんのですよ。葵一のせいだけとは思えない。強い意志を感じる邪妖たちがいるんです。彼らは一体どこから来てどこへ行くのか、そして私はどこから来てどこへ行こうというのか。知らんが。それより先生、あんたなんでそんなに邪妖に入れ込む。まるで人間には興味ないみたいだぜ。ロイドさん、あなたこそなんでそんなにお金が必要なんです。あなた相当な額を稼いでるはずですよ。黙れこの変態をまずき。言いましたね、この背筋主義者が。妖魔にしか興味ねえとか普通にド変態だろうが。私のはかろうして生物です。無機物の札束に色気を感じるあなたの方がよっぽど抽象ですよ。なんだと？やりますか。ああ、今日も夜散歩日和の静かな酔いだな。
見切った、軽量フッ、全体見切った、ジェットフッ、落ちろ、食事の時間だ。チアルピエリア、ジョーちゃんかい。別に墓らしなんてしてねえぜ。なんかいるようなもんはねえか。ごまかすなよ。お墓から何か盗んだだろう。お宝が俺を呼ぶんだよ。助けてくれ。こんなところで朽ちるのは嫌だ。高値で売ってくれってな。最後のは絶対違うと思う。埋葬品一つで空っぽの腹が、空虚な心が、横島な欲望が、どれだけ満たされると思う。金持ちだ。金を回さねば世界は死ぬ。死者より生者だ。わかるだろう。なんか微妙に引っかかるところもあるけど、わからなくもないような。あ、じゃあそういうことで。おっとからおっとから、やっぱ泥棒じゃないか。GRPエリア、
血を吸うんだ。やめろ。私が相手だ。さっきの邪妖なら倒したよ。大丈夫？クリス、私に接触してから邪妖に襲われるようになったって言ってたよね。それって私に夜の君の封じ方を、いや、封じるんじゃないってことを教えたから。そうだよ、私が夜を裏切ったってバレたから。でもアンジェラ、そうか、仮面も壊れちゃったのか。また直さなくちゃ。クリス待って、あなたに聞きたいことがある。エルジョー失踪事件のことよ。この石の手に仮面が添えられてた。あなた何か知ってるんじゃないの？知っていることは3つ。1つ、失踪した女性は皆甘色の髪に赤い瞳、名前はエルから始まる。2つ、10年前まで島警察は教皇庁と癒着、聖女候補の名前を有力者に横流ししてた。3つ、この先に隠し部屋がある。隠し部屋？必要なことは教えた。これ以上この声で喋りたくない。帰る。本当に帰っちゃった。もう気まぐれだな。とりあえず他に手がかりもないし、隠し部屋に行ってみるか。わかった、ついてくよ。何もないな。おい黒猫、クリスが教えてくれた隠し部屋ってここで合ってるのか？爪研ぎしてるし、所詮猫だな。
ここが怪しいのか。こんなところに。待てよ。綺麗な人だな。リュリーティスに似てる。バルゼ集合。どこかの地図みたいだけど、こんな地形見たことないな。このルースワール島みたいに教皇庁が隠してる島かもしれない。彫刻なんか変だな。あっ、やっちゃった。これ壊れたんじゃない。別々に彫った彫刻をパズルみたいにくっつけてるんだ。支配人からもらった石の手に似てる気がするな。手がかりなしか。仕方ない、引き上げるか。ほら、もう行くぞ。待って、その彫刻のパーツぴったり合う。まさか。クリス、もう大丈夫なの？これがヨーマの回復力ですわ。それに言い忘れたことがあったから。その石像、あなたのお探しのエル城よ。どういうこと？愛したものを石化してしまうヨーマがいる。メデューサやゴルゴンなど石化妖魔と呼ばれる類のものだ。夜の君を封じる聖女候補者は妖魔が石化して消してたってこと？あらあら、何を聞いているのかしら。このお嬢さんは愛がなければ石になんかならないわ。吸血妖魔だって愛がある崇拝者の血しか美味しく感じられないでしょ。例えば、あなたにとってはホテルの可愛いメイドさんよね。リュリーティスは関係ない。痩せ我慢だな。いずれにせよ、一連の事件の犠牲者は石化妖魔の崇拝者だったということだ。愛し焦がれた妖魔のものになれたのなら本人たちも本望であろう。そんなのおかしいよ。好きならば生きて一緒にいるべきだ。
物にされたって誰も喜ばない。そういう風に思うのはあなたが寛容だからね。妖魔ならそんな風には言わないものよ。彼女たちは選択を迫られていたのだ。世界のために犠牲になるか、愛した妖魔のために石になるか。お前ならどちらを選ぶ？どっちもごめんだ。そんなのどっちも狂ってる。なら早くここを出てあげなさい。彼女たちが命がけで選んだ選択を冒涜してはいけないわ。私もこの石化妖魔を追っている。手がかりがあったら教えよう。お帰りなさいませ、お嬢様。支配人、あの石の手なんだけど、あれはエル城の手に似ていた。ほくろやペンダクの位置までよく作られていました。まるで生き写しのように。そう。お嬢様、私は一つ嘘をつきました。エル城のことです。彼女は私の友人でした。正確には私がエージェントとして彼女を護衛していました。有力な聖女候補の一人として。そうだったの。ある日、一人になりたいと言われました。世界のために犠牲になるかもしれないのです。ほんの数時間ならと思いました。でもそれが間違いだった。その後私はエージェントの資格を剥奪され、教皇庁を除籍になりました。お嬢様のサポートをしているのは教皇庁から言われているのもありますが、私の個人的な思いからです。彼女の死が知りたいのです。彼女は心安らかに生けたのでしょうか？愛した人のために死んだと言っていた。本望だったろうって。そうでしたか、そうでしたか。あの石の手置いてきちゃったんだ。取ってきた方がいいのかな？いいえ、お嬢様が判断されたのでしたらそれが一番です。エージェントとしてのお嬢様を私は信頼しています。うん、ありがとうございました。お嬢様、今日はもう遅いです。どうぞお休みになってください。どなたでございましょうか？来客の予定はないのですが。間違いない、エル城の手です。一人でに戻ってきたのでしょうか？わからない。でも何か握ってるみたいだ。取れないな。お嬢様、その手を壊してください。何言ってるんだ。これはあなたの友達の手なんだろう。彼女が何かを伝えるためここに来たかもしれないのです。ならば私はその意思を尊重したい。わかった。ごめんよ。
メモだ。新しいリリーを守りなさい。ユリは聖女の花と言われています。行方不明になった女性は皆ユリにちなんだ名だったそうです。リュリーティスも頭文字は L だ。私は彼女を守ることはできませんでしたけれど、お嬢様、あなたはリュリーティス様を守ってください。どんな誘惑からも、死の誘惑からも。ああ、分かってる。お呼びでご…それでは…さあ…おう、ジョーちゃん。商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。じゃあな、嬢ちゃん。